初めてご紹介する新アニメ魔王城でお休みからこちらの方にお越しいただきました。はい、皆さんこんにちは。魔王黄昏役の松岡一作です。松岡君こんばんは。なんだ、はい、こんばんはすぐ可愛いとこが出ちゃうから基本ずっとふざけてるよ。いや、一生懸命生きてるだけですそんなことないや。どの現場もやっぱ不安と恐怖っていうのは拭えないじゃないですか。何が不安なの？例えばこう今日なんか初めて来ていただいたじゃないですか、不安があるってこと？いや、やっぱりちゃんとできるから不安があるの、ね、もう今汗めっちゃかいてきてますそんな緊張しなくて。姫が一時脱走したというのは本当か？魔が住まう我が城で姫は嘆き絶望し助けを待つはずだぞ。話を聞かねばなるまい。